アーチボルト・クレイブンを演じます石丸幹二です。撮影が終わりまして、いよいよ第一歩が始まったなという思いです。素敵な写真が撮れていると思います。皆様お楽しみに。私が演じますアーチボルトは、最愛の妻を亡くした喪失感に浸ってくれている男です。どのぐらい愛しているかと言いますと、妻が大事にしていた庭園に鍵をかけ誰も入れないようにし、そしてその思いに浸っている、そんな男なんですけども、その彼のもとに姪がやってきます。その姪の生命力あふれるその姿、その発言、そのパワーにこの私演じますアーチボルトがだんだんこう溶けていき、生命力あふれるものに染まっていく、そういう大人の変化でもあります。そこが見せられる場所だと思います。そしてこの私には息子がおります。その息子との間も非常にこう複雑な冷め切った関係だったんですけども、そこにも血が通っていく。姪、自分の子供、若いパワーによって私の心がこう冬から春に変わっていく、そんな役どころです。シークレットガーデン、秘密の花園は皆さんもよくご存知の話かもしれません。非常に美しい庭園が舞台になっております。ここで私演じますアーチボルト、そして亡き妻であるリリーを演じます花房真理さんとのこの私たち4年ぶりの共演になるんですけども、そこをぜひ見ていただきたいなと思います。そして美しい美術もさることながら、素晴らしいコーラスにあふれたそんなミュージカルです。ここもどうぞお見逃しなく、お聞き逃しなく。ミュージカルシークレットガーデン、見終わった後に必ず心が温かくなる、冬から春に皆さんの心も変化していく、そんなミュージカルとなっております。美しい調べ、そして美しいセット、衣装、そして私たち、俳優のこの力、ここを皆さんとくとご覧になってくださいませ。そして若い少年少女たちの演技、ここも注目です。劇場でお待ちしております。